どうも、今日はリクエストで料理をしてくれというのが多いので、カズの料理道第1弾買い出しに来ました。ここは中野ブロードウェイです。いいものが揃うので聞いてみましょう。ここの柄が一番出汁が出る、このひき肉、膨らみが多いからいいんだよ。今日ちなみに何作る予定なんですか？それはお楽しみだよ。カセ君、小沢和義のカズチャンネル。買い出しは無事に来ました。うん、まあ忘れ物はないと思うよ。まあよかったね。めちゃめちゃ買いましたね、これ。でもこれでも足りるかな。ゲスト食うんだよ。今日ゲストって何人来るんですか？1人。うん、1人でこの量、力士ですか？ゲスト内緒、料理できてから呼ぼうかなと思ってます。ではクッキングスタートします。これ今何されてます？これは鶏ガラの余分な血とかを洗い流してます。付着してる内臓、これやるとちょっとスープが濁るんで、あとスープが出やすいようにちょっと骨を砕いたり。普段から料理されるんですか？するよ、料理は。小学生ぐらいからやってるから。あ、そうなんすか。うん、お兄様も作られる。お肉できるよ、全然。あ、そうなんすか。うん、じゃあ2人で料理とかもしてた。2人で料理は作んないね。一緒に住んでる頃兄貴は作んない。俺が作ったチーズケーキとかを全部買ったら食ってるそういうやつ。料理お好きなんすか？好きっていうか、自分で作った味も好きだし、気が休まったりとかする時もあるじゃん、料理やると。鶏ガラを取ります。鶏ガラで出し取るときは水から入れてください。濁るので、ほんの少量の塩を入れてやると鶏の出汁が出やすくなります。なるべく上の油は取らないように、アクだけを丁寧にすくってください。あんまり沸騰させると今度は濁る原因になるから、ここで少し弱火にします。この作業がね、めんどいっちゃめんどいね。これがね、意外に地味なので。まずひき肉、豚のひき肉です。それと大葉、これもこんな量作るの初めてかもしれない。大葉を大量に使います。よいしょ。さ、ここにごま油。とにかく私は全て目分量、これが信条です。で、山椒を振ります。これを揉み込みます。つなぎとかは一切入れません。ある意味ごま油がつないでくれたりとかするので。すげえな、本当に量が。ハンバーグ屋の業者になったみたいな気分になってきた。すっごい、なかなか混ざんねえし。具材の中身が完成。完成。半分に切っちゃえば。時短だよ、時短。お湯で油抜きをします。抜かないとどうなっちゃうんですか？ギトギトするんだよ。で、結構鶏の油を利用したいから、植物性の油と鶏の油になっちゃって両方の油になるでしょ。
だってほらこんな光るぐらい。あ、本当だ。買ってでしょ。この油揚げの中にこちらの具材を詰め込む作業をします。このぐらいずつですかね、詰め込んで。こんな形、こんな感じね。これね、俺の独自的に考えた鍋、別名カズ鍋ってやつね。何のひねりもねえな。山口義之とかこれ大好きなの。よくだからあいつん家に出張して料理したりとかしてたよ、これ。次はじゃじゃじゃん、お、すげえ、骨付きスペアリブ、切れ目を入れていきます。骨に当たったところまででいいので、こういう感じでね。好きな食べ物って、その肉とか野菜、魚でいうと何が好きですか。それの日の気分。その日の気分、うん、ああ今日はどうしてもイカとかさ、そういうそういうタイプなので、今日これ食べてってなるとどうしても食いたくて、かなりの距離歩こうがなんだろうがラーメンとか食いに行っちゃうけど、主にラーメンばっか食ってますよ。お塩を結構ね、多めにまぶしてください。結構多くても大丈夫です。揉み込みます。これも結構ね、まぶしても結構な量いきますよね。問題ないんですよ。な、俺目分量って言っただろ。はい、ざっくりやってっけどいいのかなと思って。ざっくりなんだよ、後で食ったらびっくりするぞ。肉を投入します。ここでレモン、お肉を柔らかくするし味も良くします。これもざっくりで。よく甘いスペアリブとかあるじゃん。俺のは甘いとかそういうタイプじゃない。少々もう結構割と短時間でも味が染み込むし柔らかくなる。もうちょっと入れてもいいぐらいなんだな。こういうところに液がたまるぐらい。あ、うん、スペアリブの深み終わり。これさ、きゅうりのさ、こうやって切るじゃない、ヘタ。逆方向に切ったものをこすり合わせるとこうやってアクが出てくる。確かになんかどんどん出てきます、ね、そうでしょ、という説があるんですよ。あ、いいね、完璧だね。これ怖いけど手が。盛り付けのポイントとかってこだわりあってあります？知らん。なんだか女子っぽいサラダだな、おい。かわいらしい、うん、どうしたら。普段はこんなことしない。こんなことするかよ、そのままかじってるよ。これ何用の肉？鍋。これも鍋。鶏の皮目だけ焼くの。1回目の料理堂のゲストをお迎えしたいと思います。どうぞ。こんにちは。すごい雰囲気。児玉はるかさん。児玉はるかです、よろしくお願いします。次回実食。実食鍋です。赤、うん、おいしい。ですだから脱がすかとかさ、そういう悪しき風習って日本の映画界とかにあるじゃん。おばちゃん目線で見ちゃうと、おお頑張ったなって感じなの。